このシリーズは私が長編の執筆活動を遂行するにあたってさまざま研究していく知的生産についての情報を共有していこうというものです。私の得意をお裾分けさせていただくこともあれば、苦手の克服過程を同じ目線でお見せすることもあるかと思います。すべての皆さんが長編の執筆活動をなさる立場にはないと思いますけれども、皆さんの生活の何かしらのヒントにしていただければ幸いです。はい、Jラボ所長の西村です。よろしくどうぞ。知的生産のためにということでシリーズ始めておりますけれども、今回はですね、知的生産の非常に根幹に関わる部分の話ですね。でも知的生産の根幹に関わる何の話をするかというと、知的っていう言葉ありますね。知的という言葉がそのかかっていく就職する対象って何なのか、知的な人物とかね、いろいろあると思いますけれども、人物というのを指したところで、結局知的というものが指しているのは基本的には情報ですよね。だから情報というものをどう取り扱っていくのかということが基本的には知的生産を行っていく上での根幹にね当たる部分であろうかと思います。元も子もない言い方をしてしまえば情報処理ということになるんですけれどもね。だからその本当にいわゆるプログラミングなんかを行うようなね、非常に人工的な言語でね情報処理している技術者の方も、ある種あれは知的生産のね技術者なわけですよね。でともかく、それをね、非常に広い広義な意味合いでですね、幅広く扱って抽象的にお話をしていこうということですよ。でそうなってくると、情報というのがね、基本的に生きてるとね、己のこの自我というものをどん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 すり抜けていくわけですよね。そうやってその自我を通り抜けていく、認識といえばいいのかな、全ての認識ないし、知覚する情報と言ってもいいですかね。そういうものをね、全部をさ覚えているってことは不可能なんですよね。仮にできたとしたら、さすがにね、人間の脳のね全ての機能を使ってもね、時間の問題でパンクすると思いますよ。だからそんなことは無理なんで、何らかのやっぱね、そのバイアスかけてフィルターかけてね、その制限をしていかないといけないわけだ、ね、何を拾うか拾わないか、不要なものは落とす、必要なものは拾うと、その取捨選択っていうものをね、その基準をしっかり自分の中でね作っていくってことですね。その基準があるかないかってことがね、知的であるかどうか、人物を指すのであればね、そういうところになってくるのかなと思います。で、その情報の取り扱いということがね根幹であるとしてですね、まずその今言ったバイアスね、フィルターかけるってことですよね。その選択、なかなかこれ難しいですよね。永遠のテーマと言っても過言ではないぐらい難しい話なんですが、その何を大事だって思ってね、取るのか何を捨てるのか、それね、どうやって決めるかってことだね。で、基本的にでもね、その何を捨てるべきかということはね、私は別に選択する必要はないと思うんですよね。基本的にその何を拾うかってことは決定するわけだね、積極的に。でそれ以外は捨てていくしかないんですよ。その貯めてられないのでね、そこまでのね、スペックはないんですよ、人間の脳みそには。ただもちろん理想的にはですよ、何か情報とね接触しましたね、第一次のね接触者になりましたと。でその情報を自分の中でね噛み砕いて考えた時にね、その、またあの後でお話ししますが、メタ認知的な理解っていうのが追いついてるかってこと、それを考えるんですね。でそれができていないものというのは基本的にはね、ちょっとこれ理解できてない怪しい情報だなということで、なんか自分のね中にこの今脳みその中のイメージでしましたけど、別にガジェットとかね使ってもいいですよね。そのクラウドストレージとかね、アナログ式にノートとかでも構いませんが、なんか未整理、ちょっと分からんけど怪しいもんを入れとくフォルダーに掘り込んでいくっていうことをねすると、これは完璧分かってる、分かっている上でどう分類するかっていうのはまたその別なフォルダーに入れるっていうことになる。でこのねこっちゃこちゃなもんを掘り込んでおく未整理のフォルダーをいかにして作るかっていうところがね非常に重要になってくるんですよ。で原則ようわからんもんは全部掘り込んでそれ覚えとくのが理想なんですけどね、それはねやっぱやってられないんですね。だからそれもねごそっと基本的にはね捨てていかないといけない。
で無理なんで、そのまあこれは人によってねいろんな方法あると思いますが、私は一応その時自分の中でねある程度そのテーマにしているものが、なんかなんだろうね、季節的時期的に私ね、その今はこんな気分だって思ってそればっかり考えたり、ね、してる時期っていうのがあるので、そういうジャンルとかキーワードとかですね、そういうもので情報を引っ掛けて未整理のフォルダの中に、ね、最低限1個か2個ぐらいのタグでね掘り込むっていう形にしています。一つもタグがつかないものは私は潔く捨ててます。なんかね、これなんかすごくアイデアになりそうな、なんかある気になるんだよな、取っておこう、気になるんだよな、取っておこうっていうのをね取っておくとね、部屋の中がゴミ屋敷になるんですよ。頭の中のね、その情報のゴミ屋敷になるんで、捨てるっていう潔さは、ね、いるんですよ。ただそのなんだろう、ミニマリストみたいにね本当に最小限でいいっていうわけではない。自分の中でルールを決めて必要なものは置かないとダメなんですよね。ミニマルである必要はないです。いいですか。そのミニマルの逆なんて言ったらいいのかな、でももう要するにもうめちゃくちゃ物を持つっていうことはやめようということ、それだけですね。いいですか。何でも拾うとゴミ屋敷の中でね情報に溺れてね溺死することになります。で今そのね、その未整理フォルダに掘り込む基準で、そのメタ認知的な理解っていうのをねちょっと話をしたんですよ覚えてますか、うん、でメタ認知的な理解というのは、まあ、このメタという表現を私非常によく使うので、まあ、それはね、まあ、知ってる方が多いと思いますが一応理解をしておいてほしいんですが、まあ、ちょっとその俯瞰して上から見るっていうイメージで差し当たって思っておいてもらったらいいんですがね、メタ認知的な理解という言い方をすると、じゃあなんていうのかな、今何か見ましたね、それが何であるかね、それが普通の皆さんの理解なんですよ。何でしょうね、今ちょっと打ってたまたまあったもの、これね、これ何でしょうね、分かんないでしょ。これはギターのね、あのカポタストというやつなんですよね。あのフレットをギターのね、あのフレットガサッと丸ごと押さえて、あの指でね押さえなくてもね、その部分にそのねキーを上げ下げできるという道具なんですよね。でそういうこれが何であるかっていうことをね学ぶ、知る、それが基本的に皆さん理解だと思っているわけですよ。それでは足りないということなんですね、うん、足りないというか、それは果たして理解なのか私は大いに疑問を持っています。それはこれがね、そのギターにつけるねカポタストと呼ばれているねあの道具である、その名称を覚えたに過ぎないわけですよね、うん、でそのメタ認知的な理解っていうのは、それをなんと自分が判断しているかというその自覚なんですよ。わかります。それが何であるかってことは正直ねどうでもいいんですよ。どうでもいいんです。それが何であるかなんて知ったことじゃなくて、それが何であるとね自分が判断しているか、それをね要は俯瞰するっていうね、だからメタなんですよ。それが非常に重要なんですね。それが何であるかっていう基準はですね、その外部にある、そうでしょ。これがねそのカポタストという名前がついているから、みんなでねこれなんだっつったらね、それカポタストっつってその共有できるわけですよ、うん、でもそのメタ認知的な理解っていうのは私がどう思っているかというね話なので、まあ言ってしまえば私固有のものね、身体性を持っているものなのでね、共有はできないんですね。いいですか。そこが大きく違う。自分がどう納得して理解しているのかっていう部分がそのメタ認知的な理解であって、それをなんか一つの名称を与えてね、みんなでねそれを共有するためのタグをつけるね、それはその知識、その理解という名の知識なんですよね。そこのね違いをちょっと分かっていてほしい、うん、で自分なりにそれをどうね理解して納得してね腑に落とすかという部分を固めていくと、そうするとね情報がねうわーっと来た時にもう自分でフィルター固めて作ってるんですよね。これはいいですか。自分の中に持っているフィルターというのはみんなと共有するものではないんですよ。それを目指すからね、もうなんか自分のね内部か外部かがみんなわけわからなくなるんですよ。いいですか。世間一般でねわーっとさね、幅広く言われていることあるでしょ。あれもそうだこれもそうだって思ってるとね、いろんな価値観がもう自分でね負にも落ちていないのに、ね、頭の中のフィルターにぐっちゃぐちゃ入ってくるわけですね。でそのフィルターでね何かその情報の取捨選択してるとね、その取捨選択している主体が何なのかもうわけわからなくなって、頭の中がその内部なのか外部なのかがねもうわけわからなくなるんですよ。そうなってはいけない。自分の頭の中で取捨選択、情報の取捨選択を行っているね、その主体は自分自身でしかあってはいけない。
ですよ。だから非常に自分のね強い偏見を持っていいですか、偏見を持っていいんですよ。非常に強いバイアスって偏見という意味ですからね。非常に強い偏見でフィルターをかけて情報を取捨選択する、それを決めているのは全部自分の責任でね、その選択するんですよ、うん、それをすることによって自分の中に基準が出来上がっていくわけですね。いいでしょうか、うん、だからねその外部とぐちゃぐちゃになるっていうのはその、ね、本当にあの SNS 的な感覚がね典型だと思うんですよね、うん、まあ、私も SNS と言って、まあ、YouTube をねもう今の時代 SNS に入れるか結構微妙なところではありますが、まあ、YouTube は私はやっております、活動を。 Twitter は私はまあアカウント持ってますが、ね、ほとんど利用していないんですよね。まあ、その Twitter とは何なのかってことはね一度考えないといけないなと思っているんですが、私は現状あまり馴染まないんですね。でもあれが確かに受け入れられてはいるので、あれが何なのかってことはねきちんとその自分の中でね消化して活用法を見つけないといけないと思っているんですが、ただああいうですねそのシェア数リツイート数みたいなねそういう数多数決の原理でねなんか判断能力をねあれ上書きしていくというシステムなわけですよね。うん、リツイート数がね10万とかなってきたらねすげえみたいになるわけですよね、うん、でリツイートが1とか2とかだったらねなんやこれみたいな話になると、うん、それは判断能力を外部に丸投げしちゃってるんでね自分の偏見で見れてないんですよね。で一般大衆であるかそれともねそうではないその大衆であるか否かね、皆さんは多分 大半が大衆なんですけどね、うん、その大衆であるか否かのねボーダーライン境界線っていうのはそこだと思うんですよ。判断能力をねその外部に預けてしまっているのか、要は自分の中のね偏見を持つというそのフィルターを作り上げるというねそのなんだろうね技術を構築するところにですね外部をね取り込んでその外と中のね内と外の区別がつかなくなってるっていう人が大衆なんですよ。そこを明確に分ける、全部全責任を自分で負って判断するってことですね。それができると大衆ではないというふうに判断ねしていいと思うんですね。そこが私は境目だと思っております。そのためにはメタ認知的な理解、自分がどう判断してるかをね自分よりも一歩上の部分からね自分の要は後頭部を常に見ているわけですよ。そういう自分を作っていくということが非常に大事かと思います。で情報をそうやってですねいらないものはごそっと削って自分のね強い偏見で拾ってきた情報がありますね。これをあと管理するというのが、まあ、知的生産をねサイクル回して進めていくためにはね非常に大事なことになってきますね。拾ってきた情報は保存をして管理をする必要があるね。それはまあでもなんだろう本質ではないんですよ。サイクル回していくために必要なことだから、そのまあ根幹ではあるんですよね。今回テーマにしているその本当に根っこで大事なことではあるが、まあ、情報のね管理っていうのは別にあの知的生産の本質ではないです。でもできないと知的生産がね効率よく回らないですよね、うん、いいですかね。そんななんだろうね、たくさんの山ほど情報を、ね、仕入れてきてそれを、ね、うまく適切に管理する技術を持っていないとですね そういうものが知的生産の、ね、なんだろうな平均の出力を、ね、多分底上げするんですよね。その最高の出力っていうのは多分違うんですよ。情報の管理だけで最高の出力は決まらない、ね、そのだっておそらく情報の管理っていうのはね、私がやってる方法とかね、まあ、皆さんのね、知恵も混ぜたりしてですね、その技術的にブラッシュアップしていけば、まあ、大体の人が身につくものではあるんですよ。でも、その、知的生産のね、最高出力、どんだけすごいもの作り上げるかっていうのはね、その情報管理の技術では身につかないですよね。でも、平均の出力は底上げできるので、これは絶対にいると。ね。で、それは、まあ、今言いましたが私なりの方法もあり皆さんがねやっている方法もある、その各人のね工夫の余地というのはね大いにある部分ではあります。でありますだからその唯一の絶対の解というのはないんですが、おそらく私がやっていること皆さんがやっていることっていうのをわーっとね集めてサンプル集めてそこからね大体共通しているものをすくい上げるとねそこそこ一般化ができる一般化可能なねものはすくい取れると思うんですよね。まあ、そういう部分の話をねまた
引き続きこのシリーズの中でですねやっていければいいかなと思います。では今回はですね、知的生産をしていく上での、ね、根幹に関わることですね、情報というものの取り扱いについてお話をさせていただきました。また続きはね次回以降お話しさせていただきます。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。